日本徳島県小松島市、枝町、枝町は徳島県小松島市の町名。郵便番号は郵便番号773-0014。2021年12月末現在の人口は818人、世帯数は386世帯。小松島市の北西端に位置する。北流する勝浦川によって中央部を分断され、西岸地域と、 東岸地域に分かれている。南は徳島南バイパスによって前原町に接し、西は徳島市と接する。東は新堀川を境として中田町に相対している。国道55号が東部を走って徳島市と県南地方を結び、勝浦川の東岸堤防を徳島県道16号徳島上中線が走って阿南市上中町と結び、 西岸の堤防を徳島県道212号、新居浜勝浦線が通過して、勝浦郡勝浦町と結んでいる。東岸地域は越前を中心として、農村集落が形成され、また国道55号に沿って商店が点在している。西岸地域は純農村地帯で農村集落が点在。両地域とも農業が主産業で、 米作のほか露地野菜が栽培されている。枝村は、江戸期から明治22年にかけて、勝浦郡に存在した村。徳島半領。枝村は、勝浦川流域に位置するため、古来はくたびか、大きな水害を被っている。慶応2年の大水は、虎年の大水と言われ、その被害の大きさは長く、後世に伝えられている。明治4年に、徳島県。 同年に、名東県、1876年に、高知県を経て1880年に再び、徳島県に所属。枝は1889年から1957年に、かけて存在した大技な。はじめは、小松島村、1907年より、小松島町、1951年からは、小松島市の大技となる。大正期から、 昭和初期にかけて、稲作のほかに、養蚕やわら加工品の生産も行われた。1957年より、現在の小松島市向田町となる。勝浦川の東岸部は、国道55号に沿って市街化が進み商店街が、形成されているが、農業も稲作のほか畜産が行われている。西岸部は純農村で、稲作のほか畜産。 野菜栽培が行われている。徳島県道120号徳島小松島線。ありがとうございます。